真ん中水曜日夜7時になりました。ユーストリーム8ロケ TV をご覧の皆さん、こんばんは。こんばんは。私たち夢に向かってリフト、ハチミツロケットです。よろしくお願いします。はい、今夜も8時まで私たち8ロケにお付き合いください。サイン。それではタイトルコールいきましょう。かなちゃん、はい、お願いします。新しくなったからね、みんな。はい、お願いします。みんなでいきましょう。ハチミツロケットの8時まで8ロケドーン。イエーイ。改めましてこんばんは、前髪を切りました。8ロケの MC は任せてください、森アボと。はい、今週の MC 当番になりました、まんまのチョコは苦手だけどチョコ味は好きな、なんだなよ、やばいやばいやばい。はい、そして今週も賑やかなガヤの皆さんです。イエーイ。バレンタインということなので、皆さんファンの人に愛を込めた自己紹介をお願いします。愛を込めた自己紹介。愛を込めた。はい、ガヤ1番ハリマレーナです。皆さん、16歳のハリマレーナ、セクシーに行きたいと思います。愛してます。次、みふちゃん。愛情運ぶみんなの黒猫、ガヤ2番みふです。うまいね。うまいよ、うまいよ、うまいよ。愛は込めない。やばい、愛がスポットライト。怖い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 。大丈夫、愛がないと生きていけない。いいね、いいよ。かなちゃんだから許されるね。これが空が言ったら許されませんか。空は行ってみよう。みんなの愛。何の愛、どういうこと、どういうこと。自称みんなの愛、よろしくお願いします。初めて言って意味になってないけど。はい、愛に運ばれ、愛に乗ってやってきました、花嫁翔です。いやいやいや、愛に運ばれてって言っちゃったから。愛に乗ったな。愛に乗ってやってきました、花嫁翔です。イエーイ。でも皆さんね、そのバレンタイン、バレンタイン言ってますけれども、昨日はハリマレーナさんの、そうだ、忘れた、誕生日だったんですよ。忘れてたのに。どんな誕生日を過ごしたんですか。そうですね、聞いてください。父から誕生日プレゼントもらったんですけど、それがいちごでした。いちごもらいました。イエーイ。そう、こんなね、おっきないちごをねもらったんです。そう、だからね、すごいね、ハリマの顔より大きいやつ。そう、なわけないだろ、なわけないだろ。こんな、こんな大きいイチゴがあったら私も、もう何、カノンちゃんに愛を注ぐしかない。いや、ちょっと待って待って、あれ、ハリマレ、あれ、ハリマレーナについて誰も、あ、書いてある。16歳おめでとう。ありがとう。大好きだよ、あなた。誰、ハリマ。もう消えちゃったわ。ハリマありがとう。みんな二人ともありがとう。二人しか会えてない。二人しか会えてない、悲しい。あ、ちょっと、時差があるみたい。はい、そんな16歳ほやほやのハリマレーナさんなんですけど、はい、なんと今夜は、今夜は、うん、待ちに待ったハリマの企画があっちゃうかも。もう貴重な貴重なハリマ推しの5人の皆さん、楽しみに待っててください。5000万人だよ、5000万人。はい、はい、そしてそしてハリマの企画なんかよりも、今夜はね、ビッグなんちゃらビッグプレゼントがあるんですよ。バレンタインだからね。なんといってもね、バレンタインですから、うん、この番組をご覧の方にはハチミツロケットからこんなプレゼントをご用意しました。せーの、おかしな私とハチミツの君ミュージックビデオ宇宙最速大公開。はい、ハチロケのセカンドシングル、おかしな私とハチミツの君のミュージックビデオを、なんとなんと今夜公開しちゃいたいと思います。イエーイ。そしてですね、ハチロケの養蜂情報センターに登録を してくださってる人だけ、はい、だけですよ、だけミュージックビデオを放送後にも公開しちゃっていいと思います。イエーイ。皆さん登録しましたか。しました。明日ですか。私は、私もした。あ、みんなした。うん、ちょっと待って、そこのあなた登録してないって。でも大丈夫、今ならまだ間に合いますよ。推しを選ぶところがありますので、ぜひそこは塚本でお願いしまーす。イエーイ、パラダイス。
特技披露滑ることを披露しました。特技披露しちゃった。ありがとう、ありがとうございます。めちゃいっぱいです。はい、楽しみだって。楽しみだって。楽しみ。うわー、よかった。本当だ、みんなが楽しみで書いてる。楽しみにしてるのか、ね、私も楽しみ。はい、八六家用法情報センターですが、登録方法など改めてかのんちゃんに説明してもらいたいと思います。はい、じゃあ、愛がスポットライトの愛がさんだから。おー、明日よって方もいます。あ、ちょっと縦長だね。はい、この用法情報センターはですね、なんと無料会員登録をするだけでハチミツロケットの最新情報がどんどん送られてきちゃうという嬉しすぎる情報サイトとなっております。おー、このね、このこちらの QR コードを読んでいただければ簡単にアクセスできますので、ぜひ登録してください。私たちのね、はい、スペシャルの動画もご覧いただけちゃいます。はい、ここでアメミヤと QR コードのスクショタイムです。あ、なんか映り込む、ね、映り込んでるね、やだ、ね、なんか隠そう。あ、映ってる、私かわいい、いい感じ、今いい感じに隠してるから。今じゃなくてよかった。はい、じゃあ教えて、登録してるよって方が多いですけど、お、コメント欄、あら、ありがとう。スクショしてる、スクショできましたか。かわいいですね。じゃあ今の、ね、今のスクショをですね、 SNS とかにどんどん拡散してもらって、ロケットアート会員を増やしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、かのんちゃん、ありがとうございました。あの、ハチロケのホームページやツイッターとかインスタグラムとかね、たくさん解説してきてるので、うん、はい、あの、そちらもぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。それではここで、お菓子の私と蜂のタウン、あれ、もう一回かもしれんの、落ち着いて、本当に本当に落ち着いて、はい、それではここで、お菓子の私と蜂蜜の君の MV を公開と、行きたいところですが、ズコーイ、なんだよね。いや、だってね、自分で言うのもなんなんですけれども、うん、すごい見応えがある MV なんですよ。そうなんです。しかも、私めっちゃ可愛いんですよ。でも私も可愛い。私も。いや、ありがとう。私も可愛い。私も可愛い。私も可愛い。いやいやいや、君のは丸かった。通常運転ですね。はい、なので、お楽しみはもう少し先に伸ばすとして、はい、冒頭でお伝えした通りに、ハリム企画を行いたいと思います。イエーイ。みんなオープニングアクトです、これ。大丈夫、みんな5人見てる、見てる、メインだから、みんな巻いてこうね。はい、なんと88リニューアル後も一向に個人コーナーが始まらないと号を煮やした、ハリマさんが自ら自分のコーナーの企画をプレゼンしてくれるそうです。はい、よかったね、ハリマ、よかった、ようやく公開できる。というわけで、ハリマのハリマによるハリマのためのコーナーというわけで、視聴者の皆さん、ここはトイレタイムですよ。待ってますよ。違います。休憩タイムじゃないので、全然お茶とかも飲んで構いません。お茶だよ。お菓子、ほら、お菓子。そうだ、今日は違うよ。チョコタイムだから。違うよ。違うよ。一瞬の瞬きも許されないから。うん。チョコだよ。怖い。目が乾燥しちゃう。はい。なんでもね、ハリマがアイドル界のセンターに立つための企画が盛りだくさんとかね。立てんのか？ね、立てます。とりあえず、まあちょっとお願いしてみましょうか。はい。それではみんな呼んじゃったね。みんな呼んじゃったね。はい、全国5000万人のハリマースの皆さん、とうとうやってきました、ハリマレイナの新企画コーナー。イエーイ。やっとだね。はい、私ね、あの、ハリマは86のセンター、いや、アイドル界のセンターに立つために今日は企画を3つ考えてきました。イエーイ。はい、そうですね、3つ企画を考えてきたので、あの、視聴者の皆さんと、そして86のメンバーの方に一番いいと思った、トイレ行ってくる、違います、トイレ行かないでください。まだトイレ行っちゃダメです、まだダメです。今ご飯食べてくるね。待って、夕飯食べてくる、違うから。みんな分かってるね。ダメです、ダメです。みんな視聴者の皆さんと86ロケメンバーが一番いいと思った企画が、ハリマレイナの企画になるんですよ。これは見なきゃ損。はい。でもほら、ハリマ頑張って書いてあるよ。衣装着かわいい。私のことかな、ありがとう。衣装あれ、ちゃんと動画巻いてこう。はい。そう、ということで、今から企画を発表しちゃいたいと思います。イエーイ。まずは一つ目、じゃん、ハリマレイナの一旦コマーシャルです。え、コマーシャルでいいんですか？
ハチロケは、まあ、メジャーデビューするということで、うん、グッズとかもあると思うんです、うん、出ると思うんですけど、ね、そのグッズは全てこの私のコーナーで全て紹介させていただきます。ハリマショッピング的な、はい、ハリマテレビショッピング的な。面白そうそれ。大丈夫、ハリマがやったらさ売れるかな。いや大丈夫です、あの5000万人いるし、しかもちょっとハリマレーなのね。あの魅力とかも伝えて。ハリマでもショッピング上手いからね。あ、そうだね。たまにしかないでじゃないですか。確かに。ちゃんとね、そういう、いや、あのいい、コマーシャルのオファーが来た時のためにしっかり考えてきてますね。やって、はい、そして2つ目、だらん、ハリマお兄ちゃんからの問題。何、もう一回言って。ハリマお姉ちゃんからの問題。ハリマお姉ちゃんからの問題。ちょっと詳しく教えてくれる。あの、やっぱりお姉ちゃんでついてることは優しいっていう意味なんですね。優しいっていう意味を問題なんですよ。うるさい一人っ子。ちょっと。それで、あの、例えば今、あの、店長さんがマネージャーについてくださったじゃないですか。そうですね。その親近感を持つために、例えばハリマから問題を出して、二択問題。なんです。例えば店長の誕生日は2月13日である丸かバスタみたいな、そういう優しい問題を出して、その大人との親近感を増やしていきたいと思います。仲良くなろうっていう企画です。はい、そんなそうです。ハリマレーナの媚び売り企画です。そうです。はい、3つ目、ダラン、ハリマのハチロケ分析タイム、イエーイ。こちらはですね、あの、例えばミュージックビデオに、あの、誰がどの何パーセントの確率でこうカメラに映っているか、怖い、あとは歌詞割りですね、歌割りのパーセントテイスト。ハリマ自分でさ、自分の首絞めてない？いや、そういうハリマはさ、じゃミュージックビデオ何パーセントだった？そうですね、結構ソロカットが少なかった気がする。一瞬だから、ね、そうですね、一瞬なんで、まあ 7% くらいですかね。結構少ないんですね。というのを分析しようというタイムです。イエーイ。はい、面白そうだね。以上の3つです。皆さんシンキングタイムどうぞ。みんな何がいいの？いや、みんなからあざといてきてるよ。ありがとう。ハチロケちょっとみんなに話したいから。ハリマ入ってこないで、ハチロケじゃないから。ハチロケ6人だから。ね、違うよ。あ、黄金の七人のパートはですね、私で実はね、青春なんだぞで、私8文字しかないんですね。まさかの8文字なんですよ。まあそれで、まあちょっとソロカットがあるっていうのもやっぱり、はい、終わりです。終わりです。でもみんなの意見も聞きたくない？まあそうだよね、みんなの意見。みんなどう思いますか、見てみんなどう思う？お姉ちゃん感ゼロって書いてあるよ。え、それはそう。それはそう。だって分析いいよって方もいますね。分析いいのシーンが可愛いとかの MV の感じも面白そうだ。でも絶対ハリマアバのこと可愛いって言ってくれないからちょっとやだな。何のこと？とりあえず採用でって意見もあるけど。待って、それは違う。とりあえず採用。全部不採用。コマーシャルがいいなって方もいますね。なるほど。結構さ、みんなバラバラだね。ショッピング。そうそうだね。じゃあ、それを発表しちゃいますか。そうですね。はい。皆さん、審議が終わりました。はい。それでは、審査委員長の雨宮かのんさんから、新しく始まるハリマコーナーの発表をしていただきたいと思います。それでは、後ほどお願いします。はい。ドラムロール、カモン。ダラ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 。待って、はい、私が選んだというかみんなで選んだのはハリマレーナの一旦コマーシャルです。イエーイ、決まりました。いや、もう言うまでもないんですけど、あの審査委員長、これはどういうわけで、まああれですね、他の2つがちょっとひどいっていうのと、はい、このコーナーは、はい、じゃあ30秒ってことにして、で短くて3回あって10秒でさ、こう何、うん、あのコーナーの間に入れるみたいな、うん、あーなるほどね。そうそうそう、はい、だから要するに休憩タイムですね。ちょっと待って、全部休憩じゃん。だってさ、あのこのユーストって間に CM 入ったりするんじゃん。そう、ね、それそうですね、それに乗っかろ。そう、それみんなして乗っかる感じ。本当にかぶったらね、面白いね。本当にかぶったらすごいショックだよ。でもハリはここで一個お知らせがあるんだって。何？あ、そうなんですよ。何そうですね、ここで、あの、ハリマコーナー決まったんですけど、はい、まあ、いつからやるっていうのはまだ決まってないんで、ちょっと。おーい、まあ、ちょっと首を長くして待っててください。はい、長くして。でもね、バラならすぐできそうだよね。そうだね。楽しみにしてます。楽しみにして。ハリマのコーナーやって。やった、みんな喜んでくれてる。ほんとだ。じゃあ消極的、最悪よくなったね。やばい。
ば出番少ないやつコマーシャル。ちょっと一旦撮りたいのじゃないから本当に。はい、ということでハリマコーナーはきっと近いうちに始まると思うので、はい、5000万人のハリマ氏の皆さん、もう少し待っていてください。さい、はい、ほい、はい、はい、それでは来るよ、みんな来るよ、みんな来るよ、大変な努力をお待たせいたしました。いよいよ、いいよ、いいよ、キモ。なんで？ちょっと、喧嘩しないよ、喧嘩しない、バレたしない、今日バレたいのか。おかしな私とハチミツの君のミュージックビデオが宇宙最速大公開しちゃいます。イエーイ、髪の毛が喜んでるよ。そう、ちょっと今日これソラちゃんに結んでもらったんだ。すごいじゃん。はい、はい、はい、じゃあ見る前に皆さんにあのフリー、あのミュージックビデオの見どころを聞いていきたいなと思います。いいっすね。じゃあハリモから行こう、ハリモから行こう。そうですね。10秒少ないソロなんですけど、少ないソロなんですけど、その少ない中で少しあのスローモーションになってるところがあるんですね。そこがあのやっぱりハリマレーナのそのいる時間が少し長いんで、そこを皆さん注目してください。はい、1人10秒、1人10秒。もうね、ミフは幸せに満ちてます。意味がわかんない。なんか何が、全然見てもらったわ、見どころじゃないんだけど、あれだね、見てもらったくなるね、すごい最速だから。はい、アメミヤはですね、あの感想の横顔です、見てください。ねえ、思った、全然わかんないんだけど。いい、私は一番最後のところ、おー、こういうところかな。で、私はですね、あのあるものに変身します。おー、期待してて、期待してて、妖怪かな。ねえ、私は、切ない顔。おー、可愛かった。みんなの表情。はい、いいこと言うね。七色というより、見る人の数だけ見どころがある MV になっていますので。はい。え、まだ、もう、まだ見せたくないよ。でも、ちょっとミュージックビデオを見る前に、あの、せっかくだからちゃんと見たいじゃないですか。うん、そうね。それで、あの、こちらのユーストリームをパソコンで見てくださってる皆さん、あの、間に CM とかコマーシャルが挟まると思うんですよ。ハリマみたいな感じで。なので、一回リロードをしていただいて、そうすると、なんか15分とか何分か、あの、コマーシャルがなくなるので、リロード、パソコンの方はリロードしていただいて、15分ぐらい平気らしいので、はい、でスマホの方はまあ大丈夫ですよ、全然コマーシャルとか出ないと思うんで、ちゃんと目をしっかり凝らしてみてください。でもなんかね、ダンスシーンがなんか2つぐらいに分かれてて、そうなんかね、あるんですよ、知りないんですけど、面白いよ。そうね、え、なんですか、え、これ今からもう公開されちゃうってことですか。え、ドキドキだよ、公開しちゃう、初の。そのしおちゃんがね、なんか歌ってもないところで映ってたりする。そうそう、あの妖怪年齢いつだろうかね。妖怪が一瞬出てくるね。ねえねえ、見えなくなっちゃう。妖怪年齢いつだろうか。なんでさ、名前長くなってんの。ねえねえねえ、になって変身するのでね。そう、皆さん見どころですよ。楽しみにしてください。これはあれでアーカイブに残るとか持っちゃダメだ。持っちゃダメだよ、消えちゃうから。ハリマのさっきの企画でトイレ行きたいと戻ってきて、はい、それでは全員で V 入りしましょうか。はい、はいはい、3月7日に発売するはちみつロケットのセカンドシングルです。おかしな私とはちみつの君、どうぞ。キラ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 、妖怪年齢偽りパパ。おいおい、キランカンカン、キラ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 、私は孤独猫になりたい。キラン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 、映っちゃった？いやー、じらすよねー。じろじろ。じろじろ。じろ、ね、今日だってチョコレートの日だよ。チョコレート、バレンタインだからチョコレートだよ。ほらほら、私もチョココンビなんですね。みんなさ、今からお菓子準備して。お菓子と共にこの MV を見よう。そうだよ。見よ、うん、見よ、黙って、ほんとに。ねえ、私今日さ、いい感じじゃないですか。ね、カメラの前にいるから映らないんだよ。そうだよ。なんでカメラがさ、とろけちゃってるってこと？偽りババアがカメラを映らない。そうだよ。カメラは呼んでないから。早口言葉みたいに言うのやめてください。妖怪年齢偽りババア。言えなかった。いいね。え、今度からそれにしないよ。3回言えた人の勝ち。一、せーの。妖怪年齢偽りババア。妖怪年齢偽りババア。妖怪年齢偽りババア。3回言うと私が召喚されまーす。怖い怖い怖い。呼べないよ。呼ばれた呼ば
われた。あ、え、ホームできる？ちょっとね、さっきはちょっとあの BGM が落ちてしまったみたいなんですけれども、はい、わざとだよ。なんとね、初公開でパソコンもドキドキしてるみたい。やっぱりね。それではもう一回みんなで VR いきましょうか。はい、君、あ、そうです。ミュージックビデオご覧ください。どうぞ。やーやー。皆さんいかがでしたか？イエーイ、かわいい。こういう形で MV を公開することができて本当に嬉しいです、ね、改めて皆さんにお披露目できた今、気持ちはどうですか？なんかもうね、やっとね、やっとみんなに見せれて、ね、本当に心が可愛い。でもやっぱさ、やっぱこの MV の、 あのやっぱ一番のポイントといっては、はい、あれですけど、花山さんの羽のシーンはいかがですか？そうなんですよ、羽が生えちゃったんですよ。なんでしおちゃんだったんだろう ね、見つかっちゃいました。やっぱ後ろ姿が可愛いから、ね、そう、後ろ姿が可愛いって言ってたの顔だからね。顔で、 でもなんか撮影してる時ね、誰もしおちゃんの見てないから食べてない。みんなひどいの、お昼ご飯食べに行っちゃった。しおちゃん一人だけ残してみんな6人で美味しいご飯食べてる、ね、しかもしおちゃんにナゲット1個だけ残しといて。そう、食べたのにナゲットね、全部ね、君のマイクが食べたの。でかい箱のやつ、しかもでかい箱が2つあったの、その1箱は全部君のよかった。そう、中と2人されてたの。でもそんな君ちゃんはなんかメガネつけてたから、ね、そうね、可愛かった。やばいよね、いいじゃん、新鮮新鮮。そうだよ、いいかもって感じ。自分ね、だってその前にポテチも持ってたからね。ポテチ持ってたよ。全部食べたんだよね。そう、食べたんだけど、もう何も動くことできない、こもり歌みたいになった。でそれぞれのちょっと見どころちょっと振り返っていきましょうか。はい、え、私はスローモーションになったところ。あ、なってたね、ちょっと2、3人ぐらいね、なってたね。ちょっとでも大丈夫、ハリマの顔の大きさバレちゃうけど大丈夫？まだ大丈夫。まだ大丈夫。背景がぼかしてくれて。でも大丈夫。でも大丈夫。私も大丈夫。みゆちゃんは？はい、そう、昆布。私ね、昆布持ってたじゃないですか。もうこの辺にね、昆布の匂いが充満するわけですよ。もう超幸せ。それが幸せってことだよね。そう、だから幸せだったんです。なるほどね。なるほどね、理解した。アメミヤはですね、本当に一瞬なんですよ。一瞬のあの感想のあの落ち前のところ。よく見てるよね、本当に。そこ抜かれたいって気持ちでね。そう、言ってたよね。撮ってる時から言ってた。言ってた。抜かれた。イエーイ。イエーイ。叶いましたね。私はね、あそこで、私はソロじゃなくて一番最後みんなでなんかあーってなってるとこ。あー。そうね、あそこでね、なんか楽しそうで、私たちな楽しいなーって思う。だからそう、ウィズムみたいな、言っちゃダメだよ。そう、そんな感じで、はい、私はやっぱり天使ですよね、やっぱり。そう、今コメント欄でもね、花山天使説がすごい立ってたから、うん、でもなんかしおちゃんハーフアップして、なんか OL さんみたいな感じで、ね、そうなんです。私がハーフアップしよう、メイクが終わってハーフアップし終わって、スタッフさんに会ったら、うん、あれ OL って言われて、なんかあと老けてるから化粧落としてって言われて、やばい。そう、ちょっとこれ今年の目標は若返るにしますね。そうだね、頑張りましょう。首伸ばさなきゃ。そうだね、そうだね、リフペディアを活用しなきゃね。あ、OL 感。そう、私のあの切ない顔は多分ところどころであった。あ、かわいかった。最後の最後がかわいかった。すごいかわいかったね、見てくださいね。うん、びっくり。キミノのあの見どころ、やっぱりみんなの表情ね、可愛かったよね、一人一人違って。すごいかった。え、まだあの、これ見れてない方は、予報情報センターに登録して、見てください。はい、すごいよ、みんな、メガネのマイカちゃん可愛かった。そう、なんかね、コメントがね、もうコメント可愛いで。可愛いじゃない。違う、すごい心配してたの、どうしよう、メガネって思って。あのですね、そしてここでですね、私からみんなにバレンタインプレゼントがございます。何ここで、ジャケット写真を公開しちゃいたいと思います。私も写真を公開しない。待って、これはまだ A だから、A だからね。君のマイクの私の顔を見てめっちゃ笑うんだけど。君のマイクの私の顔を見てだいぶ笑うんだけど。これはですね、
あの初回限定版、紹介限定版のハチミツロケット黄金の7人の、ジャケット写真です。まだまだあるからちょっと見て。じゃあ次行きます。次次じゃん。まだ見せない。すごい進んできそうな感じ。すごい、すごい、見てる。まだ見せない。どこにやってるの。はい、すごいね。だーねえ、のんちゃん、しおちゃんの顎がねえ、思った顎の下剥げてんだけど、どうしよう。いいと思うよ、それは。しおちゃん、じゃん、これがハチミツロケット黄金の七人の初回定番ですね。やばくない？かわいい。これみんな一人ずつで。もう一回見たい、もう一回見たい。はい。かわいい、かわいい、かわいい。ねえ、あの長い、どうしよう、全然無理しない。はい、じゃあ次行きますよ。通常版ですね。次、通常版ね。はい、みんな。あー、すごい、すごい、かわいい。前歯が1本じゃん、通常版です。こちらがかわいい。ほら見て、アオバの前歯が出てる。1本だけ出てる。え、私かわいい。1本出てる。かわいい、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 かわいい。あ、なんかすごいね、キラキラしてる。いいって、すごい。え、かわいいよ。見て、見て、顎、わらわらわら。ねえ、それな、それな、気づいてるよね。まだ、まだあるよ。はい、ドーン。ゆーあ、かわいい。あ、かわいい。めっちゃかわいいやん。あれ、あれ、みほちゃんどうしてるんです。ちょっと黒いですよ。すごいじゃん。黒い、黒い、黒いだけ。ねえ。じゃーん。これが、おかしな私とはちみつの君の初回 A 版ですね。かわいいね。めっちゃかわいくない？ねえ。AGO だって。すごい、すごい。なんかさ、黄金の7人とはまた違ってさ、すごいかわいい雰囲気。ふわふわした。この衣装だからね。かわいい。じゃあ次行きます。え、もうやるの？すごいな。お、あ、かわいい。かわいい。君のかわいい。かわいくない？かわいくない？かわいい。あ、もうやっぱりかわいい。みんなかわいい。かわいい。なんかでもさ、これやったさ、みゆちゃんだけハチミツロケットあれ？はい、で、これが初回 B 版ですね。見て、このみゆちゃんのなんか一人代表ハチミツロケット。かわいい。いいやん、いいやん。かわいいよ。はい、もかわいいなんて。ナイスだよ。え、まだあります。通常ですね。いや、次はアニメ版。一番かわいい。一番かわいい。この中で一番かわいいよ。一番かわいい。優勝。美しい。やったー。ホタルさん。ホタルさん。優勝です。なんかさ、ホタルさんの絵があってさ、ここにハチミツロケットって書いてあるのが嬉しい。嬉しい。素晴らしいね。あ、以上ですね。え、すごいね。ねえ、すごい。今一気に見ちゃったけど。ねえ、すごいね。本当にさ、アニメファンの人とかだとさ、一緒にハチミツロケットってホタルさんと一緒に書いてくださってるから目につきますよね。ねえ、すごい嬉しい。花火も綺麗。ええ、ちょゆっくり。じゃあもう一回、もう一回、じゃあもう一周するね、みんな。はい。これが黄金ハチミツロケット黄金の七人の初回 A 版です。おー、かわいい私。すごいすごい、なんかみんなもしおちゃんすごい。どういう意味、どういう意味、しおちゃん、どういう意味。はい、からのすごい、でん、はちみつロケット黄金の7人初回限定 B 版です。なんか私だけめっちゃ顔面前向いてるよね。なんか目線だけあっちめっちゃ前向いてる。なんかやば、やばいね。はい、次アゴハニマ、かわいいですね。え、私やばくない？これアゴ、最後にアゴ。はい、すごいねこれね。後ろがさ、めっちゃハチミツロケット、ハチミツロケット、ね、強調して、ね、強調、圧がすごいね。圧がすごいって声がね、聞こえて結構ハチミツロケット、うん、ハニマ可愛すぎてやばい、だってやばい。1個しか着てないから。可愛いね。そういうこと言わないの。ジャケシャいいね、だって。ありがとう。じゃあ次、ね、通常版いっちゃいます。じゃあこれが可愛い、私。いい感じ。いい感じ。キラキラしてる。え、目がキラキラ。すごい。すごいキラキラ。みんな可愛い。ね。いいじゃん。すごい。黄金じゃん。後ろ。バッグも黄金ですごいよ。すごい本当。すごい。
すごい。わあ。え、テンション上がるねこれ。上がる。じゃあお次お次。次は。じゃじゃん。お菓子の私たちみつの君の A 版です。え、一個面白いの見つけたよ。最初だけしおちゃんの顎で宣伝しなきゃ。お願いします。ありがとうございます。目キラキラ、はい、すごいよ。サステンカラーだと色が黒いの目立つ。同じ思った、ね、そう、真ん中の2人、真ん中の2人がちょっと黒目です、ね、そうですね、黒目ですね。黒黒白白って感じ、ね、挟まれてて、ね、感じ。なかなかオセロにはなりません、ね、バレないね。オセロそしたら2人とも白になる、なんだかならないねっていう、むしろなりたいよね。はい、次行きます。はい、ね、そらちゃん可愛すぎだって、ありがとう、大好きだよ。誰だ、アイナって書いてあるんだけど、ちょっといいデザインだって。イエーイ。え、これさ、なんかさ、すごい可愛いね、なんかみんな、うん、え、なんか、可愛い、すごい、フィルターかかってる、可愛い、可愛い、目がうるうるしてる、すごい、可愛いよ、ほんと、これずっと見てたい。可愛い。こちらが、あー、可愛い、一番可愛い、素晴らしくない、すごいな、嬉しいね、ほんとに。ちょっとさ、これすごい、すごい、これ、これハリマの顔にさ、ちょっと見えてくるね。あれ、同じサイズかな、はい、以上、アメミヤカノンからのバレンタインプレゼントはどうでしたか。最高、ありがとうございます。え、でもさ、これさ、全国に並べって考えたらさ、え、やばい、やばい、そのせいで自分の、はい、この衣装なんですけれども、はい、黄金のシーンの方は、うん、桃色クローバーデートさんがよく、はい、の衣装をね、担当されている米村さんが、そうなんです、くださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。そして、うん、セカンドシングル、おかしな私とはちみつの君の、こちらの、はい、これ衣装は、なんと、しんちゃんの、奥様、よしおりさんが作ってくれました。ありがとうございます。いつも夫婦でお世話になって、お世話になります。初めて見た時すごい嬉しかったよ、ね、嬉しかった。もうメンバーのことちゃんとね、分かってるデザインになってない、そう、うん、その後もスコンブしか買わなくなっちゃったの。そうです、多分今私はずっとね、スコンブだった。まあ、ミュージックビデオやジャケット、はい、写真とかを見てね、すごい豪華なバレンタインデーになって、すごいおかしな私とはちみつの君を見たいなって思ってくれると思うんですけど、なんとなんと、なんとなんと、なんとなんと、はちどけのリリースイベントで見れちゃいます。イエーイ、いけ、はい、はい、いけ、ちょっと今週の告知当番、調子いいからいいよ、いきます、行ったれ行ったれ、行ってらっしゃい、じゃーん、見せんの早っ。しょうがないな、はい。はい、まず紹介するのは、今日はこれですね、14日、これから何日か経って、はい、24日、まずは2月の24日です。リリーベ、愛知県名古屋市、CBC ホールで、行います、リリースイベント、ふぅ、はい、私たちにね、会える一番最初のライブがこちらでございます。NEXT! 次の日、25日です。22月の25日は、リリーベ東京都武蔵村山、イオンモール武蔵村山さんでーす。イエーイ。はい、そうですね、2月はこんな感じとなっております。そしてですね、20日。2月の20日にはですね、私たちがね、収録したライブ B のオンエアの日になっております。オンエア、皆さんぜひ要チェックでお願いします。はい。次ネクスト、ネクスト、はい、ネクストはこんな感じでわーっとなっております、皆さん。一つ言って、絶対何も考えてこないです。まあ、こんな感じで、こんな感じでいっぱいいっぱい入ってるんで、皆さん、スクショしてどうにか考えて、お願いします。来てね、みんな待ってるから、イエー、はい、オッケー、バイバイ、ありがとうございました。どいてください。本当にね、このね、告知当番、本当に性格が出ます ね、そうだね。先週のみゆちゃんとは変わってます。みゆちゃん偉いから、すごい書いてきたのに、はい、これでどうぞどうぞ、スクショしてください。まあ、まあ、いいんじゃないでしょうか。はい、まあ、皆さんにね、会える機会がたくさんあって嬉しいです。ぜひぜひリリースイベントに遊びに来てください。はい、お待ちしています。お待ちしております。あ、はい、私から提案があります。なんだなんだなんだ、あの、
おかしな私とはちみつの君の MV も公開されましたじゃないですか。されました、ね、されましたですね。されましたですね。そしてこのねダンスの振りも可愛いからみんなさ、うん、振りを覚えたいと思うの。覚えたいね。日本語やばいよね。されましたじゃないですか。されましたじゃないですか。されましたですね。だからね、うん、みんなでいいよ、みんなで頑張れ。振り付け講座をしたらいいと思うの。よくいた。振り付け講座をしたしたさ、ゆりめさ振り付け講座してるじゃないですか。少しでも少しずつだからさ、ここ、ね、この機会に本当にあんたが言っていいの、うん、そうなんて言ってんの。でも聞いて、私ができればみんなもできるの。あ、そうやな。あ、そうだね、しおちゃん基準だから。そう、私基準だから、ダンスは。だから、私ができればできるんですよ。そうね、いいですね。だから、ね、今からみんなで発表しようよ。あ、いいね。じゃあみんなのやつ。でも、その前に、あの、おなじみのウィンターポーズとか、ね、サビのパンパンとか、ハートの部分を、ハチロケのダンスクイーンの君のマイカにおさらいしてもらいましょう。はい。ダンスクイーン、いよいよ、ダンスのお姉さんです。ダンス、あ、そう、NHK のダンスのお姉さんです。行こう行こう、はい、行きましょう、はい、はい、まずですね顔映ってないよね、ちょっとお姉さん、しっかり、どこは何メロって言うんだ、あそこ、ちょっとよくわからんね。 B メロですね、 B メロ、はい、一番の B メロで、ちょっと皆さん祭り花見とかですね、はい、はい、じゃあ一緒に歌ってください。はい、せーの。祭り花火熱かったサンバー、クリスマスバレタイン、せーの、ウィンターのウィンターの W をみんなでやってるんで、あのここを皆さん一緒にウィンターって。あんたも雑だな。大丈夫かダンスクイーン。語彙力がないんです、ごめんなさいね。このシャキンとシャキンを。そう、はい、流行っちゃおう、これだよ。流行っちゃおう。ピエンをつける。おー、わかりやすい。わー、わかりやすい、わかりやすい。そしてあともう二つくらいあるんですけど、あのサビでね、青春とってパパって、パパーってそう2回叩くんですよ、あるね、ここあのマイサビやってるので、ぜひ皆さんコールができないあのイベント会場とかもあると思うんで、ぜひ一緒にパンパンってやってると、統一感とかあると思うので、で今ちょっとやってみますか。はい、はい、いっせーのせ、青春パパン、ウェイ、いい感じですよ。はい、最後のあれ、最後最後、はい、最後のあのそらちゃんの、じゃあいい、美味しいところから。少し泣き笑い、おかしな私。ハート書くんだよね。そう。チャラララン、ダンダン。見た？そう、これはちょっとね、目の前にいる、このメンバーの誰かとハートを交換する。ということは？ということは？推しに限らず見てあげること。そう、大事大事。大事です。優しい。推しに限らず、きっと、メンバーも、はい、あなたのために送ってくれると思うので受け取ってください。はい、はい、はい、じゃあね、それではここでこれ以外ね、メンバーで宣伝覚えてほしい、覚えてほしいところを一人ずつ発表していこうと思うんですけど、うん、はい、じゃあいけ、はい、はい、いけ、はい、私が皆さんにやってほしいところは、一サビの後の手拍子、チャラチャチャンチャンチャンチャ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 ンチャンチャチャンチャチャンチャチャチャンみたいなところをやってほしい。手拍子みんなで。簡単だもんね。そう。チャラチャ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 、いいですね。でもね、八六家のね、あのロケットのみんなちょっとね、早くなるからね。早くね。ちょっと。距離をね、ちょっとみんな、そう、みんなで、音源聞いてメトロノームでこうやってやってるのが大丈夫だから。みんなやってくれると嬉しいです。まだね。よろしくお願いします。イェーイ。じゃあ、みふちゃんいっちゃいましょう。はい。私はね、サビの最後のおかしな私のところ、ここね、こうやって、ハチミツの壺を持って、こうやってハチミツをすくって、こうやってピンってやってるの。そう。だから、ほら、ハチミツロケットだし、みんなにやってほしいなって思ってます。ね、題名にもなってるしね。そうね。そう、ライブでやると私たちはマイク持ってるからこんな感じになっちゃうんですけど、ちゃんとこっちもこうやってる、ね。PV ではちゃんと持ってるからね。そうですね。お願いしまする。うん。じゃあ、のんちゃん。はい。私はですね、2A のところで、じゃんけんポンチョキって言ってるんですけど、そこで、チョキを出してほしいんですよ。で、ここでポイントなのが、はい、じゃんけんポンでチョキを出してるんですね。うん。早いんですよ。だから、はい、
そこをポンでチョキを出すっていうのを覚えてほしいです。はーい、お願いします。お願いします。お願いします。じゃんけんポン。じゃん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 の時に準備しとったらいいよ。せやな。空は毎サビ毎サビあるんですけど、サビの時に重ね合わせた先にのとこで、私とねしほちゃんがこうやってやってんの。そうですね。重ね合わせた先に。大丈夫、大丈夫、曲調に合ってないの。大丈夫。そここはすごい先生と、ね、そう練習したから、そう仲のね、よくなってきたもんね。そう最初はすごい殴り合って、すごい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 上手くなったから見てほしいね。花山さんだってポジション忘れてなんかつなちゃんの一人でやってんのいつもね。しほちゃんどこ。最初だけです、最初だけ。ちょっと上手くなったから見てほしいよね。見てねー。そんな私はですね、一番最初にもう出て、一番最初イントロが始まってすぐにこういうポーズをするんですよ。でこれハートだと思うじゃないですか、うん、ですけど実はこれコンペイトを掴んでるんですよ、うん、そうですよ。そうだからちょっとみんなもこのポーズが始まったらコンペイトを思い浮かべてください。終わりイエーイ。はい、そうだよね、ハートだもんね。私はですね、1サビ、はい、チクチクってところで指で自分の体をチクチクしてるんですよ。だ、この指で。これ簡単なんで。あと2サビは君となので、こ逆向きなんですよ。だからこれをやってほしいと思います。お願いします。お願いします。簡単そうだね。はい、さあダンスクイーン、ダンスクイーン。君のはですね、やっぱり可愛いところが好きなんで、どの振りも可愛いんですけど、かのんちゃんの約束だよの前で、やっぱり私たちもさ、言いたいじゃないですか。でも私たちは通勤の景色も一緒に見ようってこういうふうに私たちに向かってやってるの、はい、ちょっと言いたい気持ちを抑えながらね。だからこれをどうにか受け取ってほしいと思います。お願いします。すごい全身全霊かけてるから。そう、約束だよ、約束だよ、約束だよ。取れなかった人たち、じゃあちょっとおさらいしてみましょうか。はい、はい、まずはハリマレイナのおさらいコーナー。コーナー、はい、はい、少し泣き笑いおかしな私。じゃん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 。はい、オッケーです。はい、続いてはミフーノです。サビの最後です。少し泣き笑いおかしな私。はちみつすくっちゃおう。アメミヤです。じゃあどこ、タン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 、じゃんけんぽん。チョキ。オッケー。秒だからね。そう、じゃんけんぽん。油断禁物ですよ。あ、じゃあ一緒に行くね。はい、じゃあ終わる季節重ね合わせた先に、はい、なんか今もちょっと若干やっぱね、ベタベタしてるけど大丈夫。握りしめたくて、握りしめたくて、まあ、すごいね、ベタベタしてる。そんなしおちゃんは、私はちょっと曲が難しいな。タラタタン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 って押しの順番があるんです、多分、はい、みんなそれぞれ違うんで、押しの順番にパッて入れてもらえば。パッて、大丈夫です、細かいことは言わない、細かいことは言わない、言わない。でもしおちゃんなんですよ。そう、だってしおちゃんだから、そんなのこと間違いないから頑張りましょうね。じゃあサビを歌ってください。はい、はい、はい、どこだっけ、どこ、チクチク。せーの、いつかこのチクチク。お願いします。はい、どうぞ。はい、どこだっけ、どこだっけ。あ、じゃあ次の景色も一緒に見よう。後ろ向きます。約束だよ。はい、はい、で、君とは、はい、やります。そう、2サビは、はい、歌詞が違うからね。はい、チクチクのところ、1サビがチクチクだけど、うん、1秒先の君と、ですよ、です。回るので、ぜひよかったら見てください。たくさんあるからさ、ちょっと、ね、推しのところだけでも覚えてもらえば、そうね、楽しめると思います。お願いします。お願いします。ね、MV を見て、一緒に踊りましょう。しょー、約束だよ。いや、いや、大丈夫だ、閉まらない、閉まらない、大丈夫だから、やっぱり本気に見たいな、ビリーベに来て一緒にやろうね、約束だよ。完了。撃たれました、撃たれました、はい、あ、ね、皆さんね、一緒にビリーベに来て踊りましょう。はい、さあ、ここからはなんとなんと新コーナーです。おー、はい、
あのどんなトークが飛び出すかはくじを引いてのお楽しみということで、題して八戸の〇〇の話。イエーイ。はい、あのちょっと台本読まさせていただきます。お、はい、はちみつロケットがあらゆるトークテーマに従ってリートークを面白く、あのここ大事なんで、はい、面白く展開する新コーナーとなっております。はい、トークテーマはお題ボックスから引いて決まります。そして次回からこのお題を皆さんからも募集したいと思います。いや、カモン、はちみつロケットの公式ツイッターにハッシュタグ88ドン、ハッシュタグ丸々話とし書いて投稿してください。はい、よく言えました。はい、お願いします。雨宮カノンの書き込み、アマさんデラーとか、うん、塚本空のマジでおまじないと、マジでおまじないと、君のマイカのむちゃぶりピンク、そしてミルフィリアも引き続き、お題を募集しています。まーい、まーい、皆さんハッシュタグ88ドン、ハッシュタグアマデラ、ハッシュタグドン88ドン、ハッシュタグつかまじ、はい、ハッシュタグ88ドン、じきピン、チキピン、ハッシュタグ、ハチドン、ハッシュタグミフペリア、はい、はい、皆さんね、それぞれハッシュタグをつけてご投稿ください。お待ちしています。お待ちしてます。では、はい、それでは、まるまるの話の最初のお題を引いてみましょう。はい、じゃあお誕生日なハリマさんからいきますよ。ダガ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 ダーン、じゃーん、ハリマに直してほしいこの話を持ってきて。すごいね、じゃあちょっと1人ずつ行ってみましょうか。そうですね、ちょっともう一人から行こうかな。じゃあ、うん、じゃあ、はい、はい、あのハリマさんに直、あのなんかめっちゃこの人早く帰りたがるんですよ、うんうん、あのレッスンの後とか、はい、早く帰りたいがためにダダこねんのやめてください。リアルだ、本当に先生、はい、はいはい、絶対あの、はい、欲しいものじゃなくても何これ美味しいのって言って、うん、あの掴むのやめてください。あ、そう、あのあとあのわってめっちゃ出てくるけど、はい、ないあのみんなが取ったものをなんかね、取ろ、なんか数が例えば3個しかなくて、うん、その3人ちょうど欲しい人がいたとするじゃないですか、どうしても、うん、したらハリマもなんか便乗してハリマもそれ欲しかったんだけど、そう言わない、言わない、別にそれ欲しくないよ、みんなが欲しいどうだからね、本当に。そう、ローストビーフサンドイッチのこともね、私はそうだよ、ローストビーフが出なかったからね。あ、そうだ、取り返さないで。あとは、待って、浮かんだのに、あとビーフちゃんがあるって。何、なんだっけ、あ、私も言えない、人のこと言えないんだけど、うん、LINE で、ハチロケでみんなでなんか決めてるときに反応してほしいです、うん、あ、ガチなやつだ、ガチなやつ、ガチなやつ。でもそれはしおちゃんとかもそうだ、そうだ、しおちゃんもなかなかさんですね、なんかね、うん、遅いんだよね、みんなとずれてて、ごめんね。やっぱ天使だからね、天使だからね、ちょっとだけ記録が減るんだよね。あとは何ですかね、あと寝起きが悪いね。あ、悪い、思い出した、あの私移動とかで隣の席になると私の肩で寝るんですけど、メイクをしてるから私のアウターでメイクをするんです。でこの人黒いアウターとかが多いからなんかここ白くなってる、ね、そう、私黒が多いから本当にね、すごいね、ハリマが寝たんだなっていうのがすごい分かる。すごい、なんかメイク落ちてるの。そう、歴代のアウターたちがね、ちょっとメイクで落ちてる。はい、じゃあね、この辺にしといて、ね、まあね、まあ、もう一個だけありますか、新コーナーなんでね。そうね、この前ね、私がしょうちゃんにね、もたれかかったらハリマって呼ぶよって。そしたらそれだけは嫌だって、それだけは失礼だよね、ほんとに。はい、それでは次のお題は、はいはい、しほちゃんの第一印象の話。おー、なんだろう、しほちゃん第一印象。そう、なんかね、うん、私ね、なんか電車に乗ってたら、あの、ツリーミーの方ですよねって話しかけられたの。で、なんか、その、連絡先交換しませんかって言われて、なんか最初、なんかあまりにも怖すぎて、ちょっとお母さんに、あの、確認してもらって。なんかさ、ね、なんかしおちゃんってさ、いつも知らない人に話しかけられて。ね、やめて、変な誤解が生まれるから。知らない人に話しかけない。レッスンが終わって、同じ号車に乗ってたんですよ。話しかけないのってあれじゃないですか。あ、難しいよね。ハリマは、あの私は今までなんかレッスンとかしてたからあれだけど、うん、ハリマは何もないからちょっと話しかけてみようかなって思って書きかけた結果の。そう、ちょっとお母さんに一回確認してみます。私言われたっけ。そう、でも私しおちゃん、あ、でも何年前の話ですか。3年、4年前、4年前、4年前、本当に最初、本当しおちゃんに会った時は無口そうだなって思った。そう、無口そう。でも私は
あの、いい印象だった。なんか、おでさん、悪い印象だ。結構過去形だよ、今。おとなしいいいなって思ってたんですけど、うんうん、なんかすんげーなんかね、妖怪なんちゃら、うんね、妖怪年齢偽りパパ、そう、なんかしろちゃんの第一印象、うん、この子ヤバい子だって思ったなんか、え、そうなの、あの自己紹介をしたんですよ、そうなの、それでちょっとやってみてやってみて、え、ちょっと流れ星になってやってきましたみたいな感じ、え、違うの違うの違うの、ユニコーンだよ、ヤバいの、なんかなんか一人ずつ特技特技ってかなんか自分の自己 PR みたいな考えてきてくださいって言われてて、うん、その時にしほちゃん前まで全然そんなイメージなかったんですよ、そう、なんかおとなしかったの、うん、本当に、そうそう、なのにいきなりそこで自己紹介に乗ってやってきましたってそう、誰やねん、そう、私そう、なんかすぐママに報告したもん、そう、なんかこんな変な子がいたってこんな子だったんだって思っちゃった、じゃあね、ちょっとこの話ちょっと盛り上がりすぎちゃうので、はい、はい、次回もこのコーナーできるようにそうだ、ね、はい、そう、ね、ましょう、じゃあそれでは以上ハチロケの○○の話でした、イエーイ、それではしほちゃんのみんなが大好きなあのコーナーに最後締めていただきましょう、はい、今週もいきますよ、花山志保の炭水化物占い、イエーイ、というわけで今週のラインナップを紹介したいと思います、はい、はい、まずこのコーナーはですね、私が明日食べたい炭水化物の順番で順位が決まるというすごい独断と偏見な占いです、はい、みんな私と気を合わせるの頑張ってください、というわけでじゃん、デレン、 A スイートポテト、おー、食べたい、 B ローストビーフ丼、おー、 C お好み焼き、食べたい、さて皆さんどちらになさいますか、もう決めたよ、あ、どうぞ、じゃあ A の方、あ、いらっしゃらない、今じゃないって感じ、あ、なるほどね、じゃあ B の人、はい、おお、割れましたね、左側半分、はい、じゃあ C の方、はい、おお、右と左で分かれました、ショート組が、あ、ほんとだ、そういうローストビーフですね、じゃあさて、じゃあ今週のあるんじゃない、早速2を発表したいと思います、はい、じゃらん、お好み焼き、あ、まあ、良くも悪くも、そう、今日は私たち ね、天下を動くか地獄かというところですね、まあ、別にどっちでもいいんですよ、ね、なんでもっと行きます、じゃあ1を発表します、じゃらん、ローストビーフ、なんで今日最下位ないんだろう、悲しい、え、聞いて、私これめっちゃさ1位バカなんだけど、え、すごい、意思疎通、え、そう、イエーイ、やばー、え、そう、ローストビーフ丼がすごく食べたい気分でした、というわけで3位は、お好み焼きの人多くない、ね、多いじゃん、じゃあ今日今週は気が合わなかったね、でというわけで3位はスイートポテトです、はい、ごめんなさい、食後ならいいよね、今日ね甘いもんたくさん食べ過ぎちゃったから、私今しょっぱいもん食べたいんです、でも今日バレンタインだもん、そう、バレンタインだから、でも大丈夫です、皆さん今から、ちょっとスコーン作ってみません、スコーン、今から私今日友達にもらったホワイトチョコのスコーンがすごく美味しくて今食べたいので、皆さん作ってみてください、おー、はい、しほちゃんのために作るんですね、え、作って、私本当にホワイトチョコ大好きなんですというわけで以上花山翔の炭水化物占いでした、イエーイ、さて早いものでそろそろ8時になります、それでは恒例の MC 当番と告知当番を決めたいと思います、わっ、トランプカモン、カモン、トランプ、カモン、6番がいらないんだけど、そう、違います、7番がいらない、はい、一斉に、じゃあ今日はキミちゃんが選んでください、はい、キミちゃん、何番、じゃあ4と、どっちが MC? 1、4が MC? あ、ごめん、4が MC で1が告知、ごめん、告知、はい、あのね、台本上では張りもらったんだけど、ごめんね、そうだった、ちょっとびっくりした、あれ、じゃあ来週ね、来週、私も予約取ったから、1が告知、はい、はい、みちゃん、予約予約、いっせーのーせー、はい、なんだっけ、4が告知、あ、じゃ4が MC、 私怖いよ、 MC おめでとうございます、私 MC、 あれだね、飛ばしてまた針前だったね、ね、おぉ、ヤロピック大丈夫ですか森さん不安ですね、ということで来週の MC 当番が、あの、ハリマさんで、告知当番が花山さんですね、はい、いい感じに回ってますね、いい感じですね、うん、初めて、それでは今週はもうそろそろここまでとなります、はい、はい、今週を見てくださってありがとうございました、来週もぜひ見てください、はい、じゃあ最後にハリマ、はい、抱負を、
16歳の。16歳の抱負、ブログでは人気上昇と書きました。ですが、やはり、私は落ちサビを諦めていません。落ちサビはきっと来ると、あれ !8時まで!どう来週ねバイバーイ春マレーのことを見て、ねー